橋川志博は、日本の実業家、地域振興プロデューサー、町づくり専門家、株式会社伊勢副代表取締役社長、三重県機南振興プロデューサー、機南ツアーデザインセンター長等を歴任、三重県伊勢市出身。1980年に、一橋大学経済学部を卒業し、松下整形塾に第一期生として入塾。 1985年から、株式会社赤福で、伊勢神宮港大神宮鳥居前町のお払い町、再生プロジェクトの一環として、中核施設となるおかげよこ町の立ち上げ、運営に当たった。1999年から、松下整形塾研修部士担当、研究部士担当、2002年30県機南振興プロデューサー。2004年には、 熊野地域の特色を生かしたツアーの企画を行う、避難ツアーデザインセンターを設立し、同センター長を兼任。2005年には、同センターのモデルツアー実施活動や地域資源の見直し等が評価され、環境省、特定非営利活動法人日本、エコツーリズム協会協祭の第1回エコツーリズム大賞特別賞を受賞。2007年有限会社制服。 代表取締役社長に就任し、同年より、地域振興プロデューサーとしての活動を開始、伊勢のまちづくりなどにあたる。2016年株式会社伊勢福、代表取締役社長。ABCDEF、橋川史おかげ横丁代表取締役社長、ハット ABC、お伊勢参りの賑わいを取り戻したい国土交通省。ABCDEF、明治大学。 和歌山県連携講座、松下幸之助シンポジウム明治大学、本田幸、東京大学教育学部比較教育社会学コース、教育社会学調査実習社会調査協会、第1回エコツーリズム対象、卒塾生ストーリー松下成形塾。ありがとうございます。